海保藩平文久三年十月十四日は幕末期の剣豪、三戸藩士。安中藩にいた小平の剣士としての素質を見抜いた三戸藩の徳川、成明により若くして五百国の破格の待遇で召し抱えられることになった。その後、千葉修作門下の四天皇と呼ばれるまでに頭角を表し、江戸本郷弓城に道場を構え、日本剣豪百戦に登場するまでになる。 江戸末期の儒学者、相沢聖司祭の娘と結婚する。三戸藩の同行と同じく波乱の生涯だった。創作物では、芝良太郎等の千葉修作の道場が登場する、時代小説にたびたび登場する。文政五年上州安中藩の江戸屋敷で男三人兄弟の次男として生まれた。幼名は越次郎、後に穂平、忌名は薫る号。祖父宗兵衛は、 今日は二年に没するまで長く、安中藩の江戸詰めの年寄り役を務めていた。父総兵衛も、その父の没後、少なくも、文政八年から天保八年に没するまで江戸詰めの年寄り役を務めている。兄佐島は四歳年上、弟純蔵は二歳年下だった。小平が、幼児安中で剣の修行をしたという説があるが、父の役柄からありえない。 生後一貫して、江戸で過ごしたはずである。天保6年13歳の時に、千葉周作の玄武官に入門、県産を積んで、天保11年18歳という記録的若さで、大目録免許改伝を得たと言われる。水戸藩に主貫するについて、水戸藩内の推薦者を、藤田東子とする説があるが、実際は東子と並んで、藩主、徳川成明の側近だった。 とだただしあである。ただしあと東湖は、水戸の両殿と言われ、成りきの孤このしだった。ただしあは、天保十年半の若年寄りとなり、天保十一年には失勢に昇進するとともに、当時造営が進んでいた、反校行動間の造営責任者となっていた。彼はまた玄武官とも縁が深く、その門んリストに、彼の名前が載っている。 天保11年秋には兄佐島ま国詰めとなっており、連絡は小平のおばむこで江戸詰めの木村エモ門のを経由して行われた。解放側は一旦承知した後断るという事態が、承知主事やり取りがあったが、結局、水戸側の好意的申し出にほだされて仕官することになった。水戸藩の公式資料、水府計算によれば、天保12年1月からの採用だが、 前方からの申し出では11年中に来ればその年の報給を出すということになっていた。また、仕官後の六高について藩からの支給は50国であるが、ただし秋らが自分の六高から50国を割いて上乗せするとの約束で出発した。これがいつまで続いたかはつまびらかでない。剣術師範として採用されたなどとも言われるが特にそういった言葉は使われていない。 三戸藩主は天下の副将軍などと言われたが、幕末当時の藩内は構想の絶え間がなかった。そもそも成役州法の前には、四次のいない、病弱な前藩主、徳川成信の後を、徳川将軍家から養子を迎えて、便宜を受けようとする門抜派と、英明高い弟、成役をいただいて、改革を図ろうとする改革派に分かれて、激しく争われ、これが、 後々まで糸を引いた。藤田東子や戸田忠明は改革派の指導者格だった。さらに、安政五年に朝廷から国内体制の立て直しに努力せよという趣旨の直上が直接、水戸藩に下ると、幕府の指示に従って返上すべしという陳派とこれを報じていくべしとの激派に改革派が分裂して、構想はさらに激しくなった。 後の桜田門外の変や、天狗党の乱は、激派の動きが発展した結果である。門伐派、陳派、激派の構想は明治維新後まで続き、水戸藩疲弊の原因となった。主観ん間まもなくだと思うが、戸田正明の仲人で、水戸の赤学、相沢聖司祭の三女と結婚した。聖司祭は、幕末の日本に大きな影響を与えた有名な学者で、 改革派の理論的指導者だったから穂平も、その影響を受けたと思われる。死官後3年半ほど経った、高下元年藩主成明が、幕府から叱責を受けて、隠居、禁止を命じられるという大事件が発生した。心ある藩主と共に穂平も、藩主の節縁運動に関わって、無断で江戸表まで出かけていった。これを咎められて藩から4年半に及ぶ筆則。 遠慮という罰を受けた。縁者でもある穂平の墓姫への専文者はこのおかげで、日夜県クワシスコブル大義に通ずるを得たとしている。以前の穂平から脱皮する機会になったのかもしれない。加盟4年から翌5年にかけて、吉田松陰が東北地方を旅行した折には、水戸の相沢聖子斎択で穂平に会っている。加盟6年6月、マシューペリーの来航にあたって小平は、 裏側に赴むき、交渉に当たったより木から、貴重な聞き書きを取った。小平の名を付した聞き書きは、東京大学資料編纂所書に、裏側こと舟始末として、また、鹿児島大学附属図書館のたまり文庫に、解剖名応接記として残されている。いずれも薩摩藩関係の文章である。筆者名を明らかにしていないが、ほとんど同じ内容の、元は、 同じと思われる資料がいくつか出回っているらしい。解保反兵器を疑う説もあるようだが、浦賀こと船始末の末尾の解保反定をご一蔵再度浦賀表、発足時危機がきのから判断し、事実に即したものと思われる。ただし、水戸関係に、これを裏付ける資料はないようだ。小平が浦賀に赴いたのは、戸田ただし昭が、幕府の解剖参与となった、成明のもとで、 海岸防御保養係となったことと関係あるのかも、しれない。翌安政元年に江戸詰めとなったことについても、裏側での働きと関連があるのかもしれない。安政元年に江戸馬回り組として出府。江戸へ出て間もなく本郷の弓町に、新武官という道場を持つことを認められた。後年安中藩の剣術師範となり、県名をとどろかせた、根岸忠中蔵は、ここの塾頭として、 修練を積んだ。安政4年には、土佐藩の江戸藩邸で行われた、武術試合に選ばれて出場している。ただ、穂平にとって、痛恨の出来事は、安政2年10月の安政の大地震で良き、理解者だった、戸田忠志明が、藤田東子と共に圧死してしまったことである。成明にとっても、水戸藩全体にとっても、両他の死は大変な損失だった。この時期保平は、 水戸にいる学者、豊田天光、小太郎の親子に檻に触れて頼りし、政治情勢を伝え、時事を論じている。これが仕事として行われたものであるかどうかつまびらかでないが、天光という学者は海外事情の摂取に非常に積極的な学者だったから、それへの協力の意味があると思う。そこに一回の見学ではない穂平らを見ることができる。安政5年4月に、 井い直おが大老に就任し、将軍刑事問題に日米修好通商条約問題が絡み合って、江戸、京都の政治情勢は混沌としてきた。とりわけ、水戸藩をめぐる情勢は、ますます厳しくなった。安政5年秋口から安政の大国が始まるが、補退らにもその影響が及び、安政6年11月、幕府の指示で、窒居の刑に処せられた。 以来、水戸において3年近い窒居生活を送る。罰の理由はつまびらかでない。桜田門外の変の結果という説もあるが、処罰はその前の年である。老子を引き連れて、池に切り込むとの噂が流れたために、危険人物として、処罰の対象になったらしい。文久2年8月に秩居を免ぜられて職場に復帰し、翌文久3年には、藩主、徳川義哉に従って、 仏上創然の京都へ赴く。在京3月5日から25日で離京するが見とへ、帰って、約半年後の10月14日制居した。41歳だった。見と主門共同墓地に墓所が存在する。小平の墓は、見との酒門墓地にあるが、墓碑名の専文者は、こう言っている。人となり質直にして、義を好む。区間長代、上房優位、常になぎなたを、 廃部。夫婦死臨前たり。居上主をたしなみ、客を愛す。喜んで、人の急に数ぎ、振るって、身を帰り見ず。と兄佐島は小平に先立って、文久二年に、あん中において没し、弟順蔵は、あん中藩に仕え、玄武官の世話役頭取を務めたが、明治十二年下唄のお歌で没した。ありがとうございます。